の。こいつはすげえたくさん人がいるぜ。よみんなこんにちは。こんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶あんまりよく分かってない人を後ろの真ん中で見つけたぞ。ガイドさん。はい。前から2列目のさ、こっちから2人目、頭に青い磯巾着の方だぞ。こんにちは。こんにちは。名前なんていうんだい？ゆうとです。ゆうと。渋い名前じゃないか。よし、ゆうと、これが最高だぜって言ったらさ、両方の指は高く上げて、うおーって元気に言うな。笑ってる場合じゃないね。準備は意外、ぜひ子供たちのお手本になってるよ。言うと最高だぜ。うおやるしやないか、みんな拍手だ。みんな言うとありがとな。予想以上でびっくりした。かっこよかったぜ。よしガイドさん、今度はさ、おこっちの前にしようかな。一番前の列のさ、端から3番目、頭に大きな磯巾着乗っかったもんやな。あ、そうだ。こんにちは。こんにちは。おお、可愛すぎる。名前なんていうの？ゆうりです。ゆうり、合ってる？合ってた。ゆうりは今日どこから来た？どこなんだろう。じゃあさゆりに今日は誰に連れてきてもらった？母と父と。母と父、そうかそうか。すぐ隣が母かな。ちょっと確認しようかな。君はゆりの母で会ってる？そうです。安心したぜ。そんなに寄り添ってて他人だったらどうしようかな。お母さん名前なんて言うの？レイです。レイ、素敵なお母さんだな。ママである君に聞きたいんだけどさ、子供からいろいろと質問されたりした経験、今までにあるかい？ずっと質問されてます。ああ、そうなんだな。実はさ、俺の息子のスクワートも毎日いろんなことを聞いてくるんだよ。いやー、俺たち親同士バッチリ気持ちが、通じ合ったな。教えてくれてありがとうな。ゆりもありがとう。いや、実はさ、この前もスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって。で、俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからさ、みんな今日は俺に人間のことを教えてくれないか。協力してくれるって人は大きな声で、はーいって言ってくれ。せーの、お前たち最高だぜ。それだ。その調子だぜ。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は泳げるの？だってさ、人間は泳げるのかい？そんじゃ泳げる人手挙げてくれ。さあどうだい。おー、みんな泳げるんだな。よし、上げっぱなしにしといてくれよ。じゃあガイドさん、はい、こっちの後ろにしようかな。一番前の列の一番真ん中の通路より白い甲羅で頭に光る磯巾着の人。そばそば。こんにちは。こんにちは。名前は？大輝です。大輝。あ、大輝です。大輝、泳げそうな名前じゃないか。大輝、今日どこから来たんだい？横浜です。横浜、すげー。知らないけど。なだいき、君はゆっくり泳ぐのと速く泳ぐのどっちが好きだい？速くです。ああ、いいよな、俺も大好きだ。あとさ、ゆっくりも気持ちいいぜ。こうやってさ、ああ、大好きでーす。ゆっくり大好きでーす。優等でー。言うと今関係ないな。いや、ゆっくり気持ちいいよな。
よし、じゃあ今から俺の速さ見せてやるぜ。じゃあカイトさん、はい、この辺りを一周してくるからみんなでタイムを測ってくれ。頼んだぜ。分かったよクラス。じゃあみんなで一緒に数えるよ。せーの、ただいま。軽く行ってきちゃった横浜。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるやつはひれを上げてくれ。何でも答えるぜ。さあどうだい。クラッシュ、お前の子が質問あるみたいだぞ。ありがとうな、ハンク。よし、じゃあまずはおお、こっちの前にしようかな。うん、前から3列目かな。真ん中から2人目、青い子らの子が頑張ってひれ上げてくれてるな。あ、君だ。こんにちは。こんにちは。偉いぞ。名前なんて言うの？清水ソーマです。ソーマ、ソーマの質問は何？スラッシュみたいに早く泳ぎたい。ちょ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 、スラッシュって誰？お前が間違えちゃったんだな。俺はクラッシュっていう名前だからな。ソーマごめんな。もう一回質問言ってくれる？クラッシュ。合ってる合ってる、クラッシュだ。続けて。クラッシュ。ごめんな、心配させちゃってるみたいだな。そば言ってるの合ってるぞ。俺はクラッシュで間違いない。大丈夫だ、そば合ってるぞ。質問いいよ。何が聞きたい？早く泳ぎたい。早く泳ぎたい。そうかそうか、報告ありがとうな。練習するしかないんだぜ。早口ってないからな。俺も今は早く泳げるけど、子供の頃はなかなかうまく泳げなかったんだよ。だから毎日練習したんだ。相馬も諦めずに練習すれば絶対に泳げるぜ。頑張れよ。みんな相馬に俺の拍手だ。練習最高だぜ。さあ次の質問、大人も遠慮すんなよ。後ろの方でもいいぜ。よし、じゃあ後ろで上がってるな。じゃあこっちの後ろにしようかな。うん、前から2列目かな。うん、一番真ん中の通路より黒い甲羅で頭に光るイソリンちゃんの人だ。こんにちは。こんにちは。名前はアミです。アミ、質問なんだい？クラッシュのこと好きなんですけど、どうやったら結婚できますか？俺カメだぜ。そっか、でも好きでいてくれて嬉しいな。でもさ、俺にはもう130年一緒にいる大切なパートナーがいるんだ。名前はシエリーっていうんだ。甲羅がピカピカでヒレが滑らかでさ、俺や家族思いのとっても素敵なメス柄なんだ。俺は彼女を心から愛してるんだ。だからアミ、ごめんな。人間のいいパートナー見つけてくれよ。話せて嬉しかった。お前たち最高だぜ。さあ、次の質問。どうした、クラクラ。あ、クラッシュ、今逃げてきたとこなんだよ。カメクラまんじゅうから。楽しいじゃないか。よし、みんな、カメクラまんじゅうって言おうぜ。せーの、カメクラまんじゅう。おい、もうやめてくれ、そこカメクラまんじゅう。もうクラッシュのせいだよ。俺がなんかしたか。カメクラまんじゅうだよ。カメクラだけはやめて。カメクラまんじゅう。お前たち最高だぜ。そうだ、スクワードからもう一つ質問があるんだ。あいつがさ、ビーチで面白いものを拾ってきたんだ。あー、これこれ。あ、これ人間のもんだよな。何に使うんだかさっぱりわからないんだ。これなんだい？どうやって使うんだ？知ってる人いるかい？いただいてあげて。お、じゃあガイドさん。はい。こっちのさ、前から2列。2列。こうやって使うんだな。聞かずに。いや、みんなの場合だ。お前たち最高だぜ。さあ、またみんなの番だ。質問がある人、手を挙げて。さあ、次は誰だい。
後ろでも前でも棚でも子供でもいいぞ。よしじゃどうするかな。じゃあこっちの前にしような。うん、一番前の列8から3番目かな。黒い甲羅の棒を左に上げてな。こんにちは。こんにちは。お偉いの名前なんて言うんだい。レオクマね。かわいすぎてさっぱり分かんなかった。ガイドさんなんて言ったかわかんない。ちょっと待ってね。お待たせ、クーマくんだって。そうだと思ってたんだ。クーマの質問なーに。忘れちゃったか。ひれあげたら満足しちゃったかな。よし、じゃあ俺から聞こうかな。クーマは今何歳？4歳。まだ卵から買ったばっかりじゃないか。クマ、俺はな、150歳だ。でもまだまだ若いんだぜ。その証拠に見てくれ。この俺の鼻、6つに割れてる。意味わかんないよな。あとで言うと教えてくれる。頼んだぞ。お前たち、最高へ。すすいのすい、ふっふー。ねえ、置いてかないでよ。おお、あれはドリーとデスティニーじゃないか。よし、みんな、ドリー、デスティニーって呼ぼうぜ。せーの。ドリー、デスティニー。わーわー、ハロー、こんにちは。ハロー、みんな。よー、ドリー、今人間の世界のことをいろいろ教えてもらってたんだ。あ、そうだ、みんなにクジラを教えてやってくれないかい。お、デスティニーがいい。私も教わったの。連れてくればよかった。いるけど。わー、いつから。じゃ、みんな、私の後に行ってね。クジラソーアロー。よし、みんなも行ってみよう。せーの。クジラソーアロー。人間たち上出来だな。みんなすごい。とってもうまかったわよ。マコウクジラ弁も聞こえたわ。かなり上級よ。おいおい、何の音だ。最高だぜ。カイン、カイン、カイン、カイン。パパ、パパ、カインに乗ってサーフィンしようよ。分かった分かった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなに会えてすげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。ありがとうな。じゃあまた会おうぜ。今度は横浜で会ってくれ。クラッシュに会いたくなったらまた遊びに来てくださいね。出口は後ろです。お忘れ物が